石狩湾振興は、北海道小樽市と石狩市にまたがる港湾。港湾管理者は一部事務組合の石狩湾振興管理組合。港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。港は5つの地区に分かれており、リサイクル関連、エネルギー供給、コンテナ線航路、各種貨物の物流基地といった役割を担っている。 国際貿易港。札幌市の中心部まで約 15km、車で約30分の距離に位置している。北海道内の人口が集中している札幌県に位置していることから、災害時における緊急物資輸送拠点としての役割や太平洋、側港湾のリダンダンシー機能の確保が求められており、広域的な防災機能強化に向けて連携を図っている。 エネルギー基地としての機能を強化しており、石狩振興機械金属工業共同組合が設立した IMC ソーラーによる太陽光発電所、IMC ソーラー発電所、北海道内初となる液化天然ガスの火力発電所、北ガス、石狩発電所、石狩湾振興発電所が営業運転している。また、港湾区域内での洋上風力発電は、 グリーンパワーインベストメントを代表事業者とするグループが建設を計画している。背後地域は大規模な工業団地があり、700社を超える企業が立地している。樽川不当横では音楽イベント、ライジングサンロックフェスティバルを開催している。公共不当専用不当コンテナ航路、明治時代に、ファンゲント、CS メイク、岡崎文吉。 広い伊佐村によって、港湾建設構想が建てられたが、当時の港湾土木技術では、大掛かりな工事となるため、実現困難であった。1936年に、旧北海道庁の技士、伊藤町衛門と中村連次により、千箱浜に外交を設けて、新川加工を掘削して、工業地帯を造成する計画案が立てられた。1940年には、 政府の調査費もついて、石狩湾集地区並びに工業地帯造成計画が策定されたが、第二次世界大戦の戦局悪化のため実現には至らなかった。戦後、小樽市や北海道が石狩湾に新たな港を建設する計画を持っていたが、より広域的な港湾建設が求められるようになり、潮流や建設条件などの検討を進めた結果、現在地が 計画地になった。1970年の第3期北海道総合開発計画において、同央の新たな流通と生産機能を分担する拠点校の建設と背後地域の開発が決定した。1972年には、北海道の長期的かつ飛躍的発展を先導する開発事業として位置づけられ、石狩湾振興港湾計画が決定した。 当初は、北海道が単独で港湾管理者となり管理、運営していたが、国直轄事業として、本格的に港湾整備が始まると、背後地域の開発を推し進めていくため、1978年、北海道、小樽市、石狩町による石狩湾振興管理組合を設立した。年表、ありがとうございます。